にちは、なんで今動画を回してるかというと、ちょっと個人的に登山行ってまいりまして、それで、今帰ってきたところです。今日は30何度ぐらいあったんかな、36度ぐらいかっていう予報やったんで、もう汗だくです。全身汗だくになってドロドロになってます。でこういう状態で、車に乗って帰らないといけないんですけども、まあ、登山パンツとかも全部汗でベタベタなんですよね。でそういう状態の時に車に乗っても元のシートが汚れないという画期的な商品がありますので紹介いたします。まだ開けてないんですけど、これが、安倍商会さんがオリジナルで出してる、ザ・オフロードクラブっていうブランドの商品で、コーデュラナイロンを使ったフロントシートカバーになります。こういう感じで、まあ、3、4品なんでワンタッチで取り付けれるようなんで、ちょっと試しにつけたいと思います。まずこのままヘッドレストに渡せて、ここにバックルがついてるんで、おそらくこれは裏を回すんでしょうね。まあ簡単に言えばこういう感じですね。これでこのまま座っても撥水防水加工してあるんで大丈夫です。まあこういう感じですね。こういう感じでベタベタに濡れた、登山パンツで上 T シャツもベタベタ濡れてます。で汚れててもこれだと純正の元のシートは汚れないっていう画期的な商品になってます。で今開けて気づいたんですけども、こういった感じで、ケースも付いてるんで、使わない時は、このケースの中に入れて車の中に保管しておくと。だからまあ言うたらアウトドアとか、登山行ったりとかする人たちは車に積んどいて汚れた状態になった時に帰るとかで、これをシートをかけて帰るという、そういう感じが使い勝手がいいんではないでしょうか。これも一応概要欄の方に、説明全部書いておきますんで、よかったらお試しください。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございます。さよなら。サンバイザーポケットといいまして、車のバイザーに、簡単に装着できる、こう後ろをストラップで固定するだけです。で、こうジッパー付きのメッシュポケットやったり、ここにカードケースで、ここに、メッシュのちょっとしたポケットがあります。でここは、サングラスなどを収納できるスペースになってて、ここにペンなどを差し込めるようになってます。これも同じくこのコーデュラナイロン製なので、耐久性にも優れていて、一応撥水性もあるという画期的な商品になってますので、こちらも合わせてよろしくお願いします。